マッティさんって知り合いに音楽関係の人がいるって言ってたわよね。知り合いの音楽関係の人って誰？トタケケ？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでイメチェンしたよ。イメチェンイメチェン、この髪型初かな。やったの違うっけ。可愛くない？はい、ってことで今日はお仕事に行きましょう。いいよ、おかえり。やいな、事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。お、あれ誰やったっけ、名前。くそ、挨拶した後じゃないと要望が出てこない。あの子あれよね、後から追加された子よね。あやなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。頑張ろう頑張ろう。あやなちゃんどうしたの、お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。うん、いい感じやね。何ちゃんやったっけ名前見えんのか。ここじゃホールに響く私の歌声、きっと最高の気分だわ。ふんふん、別、おっと、別荘で自慢の中華料理をみんなに振る舞うぞ。俺の本能を刺激してくれる開放的で面白いとこがいいね。本能？犬？開放的で面白いとこ、わからん、ドッグラン的なことかな数字の形ってなんだかかっこいいな。それでな、どういう別荘を作らせようと。灯台がある別荘ってのもなんか楽しそうだな。難しそうだな。皆さんから預かった財産は絶対に守ってみせます。うん？銀行？ってことか？わからない銀行ってことなんだろうか。あれ、瓶落ちてないんかな。あった。みんな楽しそうだね。どん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 島が活性化していきうる感じがする。まだ見ぬあなたへ。ありきたりな家具に飽き飽きしてたの、だから DIY しちゃったのよ。素敵な家具は私のために。誰かにこのレシピを伝えたくてひっそりとボトルに詰めてみたの。材料を集めて作ってみて。アイデアあふれるアンデスより。アンデスってどんな子だ。高いにはいいし。はあ、知ってた知ってたよ。んっと、それじゃあ、どうしよっかな。今回なんかよくわからん子がちらほらおるよね財産がどうのこうの、銀行なんかな。灯台がある別荘どんな感じで作るよ。数字の形、ひたすら数字にあふれた部屋ってことなんかな。ホールに響く私の歌声、きっと最高の気分。ここが一番まあテーマははっきりしたんかな。いや、ここもか。別荘自慢の中華料理を見、開放的で面白いとこ、多分ドッグランのことなんじゃないかなと個人的には思うんだけども。ヤッホー、エイナさん立つからちょっと待って、ワンツー。全然、あ、邪魔だったのね、私が。おかげさまで別荘ライフ超エンジョイしてるよ。それでね、アイナさんにはお礼しなきゃってずっと思ってたの。遠慮しないで受け取って。ありがとう。白レンガの壁だよ、あたいの部屋に使ってるのとオセロなの。えへへ、嬉しいでしょ、ワンツー。そんな壁使ったんやっけ今の写真の部屋の限りでは全然違ったけどそこではないってこと。どうしよっかろん。ここやってみよっかな。いやー、ここは最高だな。ところであんたは誰だ。おう、タクミライフで働いてるやつか。なあ、ちょいと聞いていいか。俺別荘ってのに憧れてんだが、どうしたら手に入れられるんだ。のん、お聞かせください。お、そうかい。それじゃあ早速始めようぜ、俺の別荘計画を。よ、のん。ドッグランよねよろしくな。どういうものがあるんやろ。俺としてはこういう感じの別荘が理想なんだが。ほら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 、ドッグラン的な空間、ジョン様。オッケーオッケー。
なるほどです。素敵なイメージですね。では、あいのちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。ってことは、まあ、開放的なって言ったけん、広々とした感じのところがいいよね。まあ、ここにする？周りなんもないよ。ドッグラン的な空間。よし、ここにしましょう。うん。悪くねえな。こりゃ楽しみになってきたぜ、なん。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？まあ1階でいいやろ。そうだな、2階建ては魅力的だが、1階建ても捨てがたいもんがあるし、もうわかんねえ、あんたが決めてくれ。1階建てでいきましょう。1階建てでいいんだな。よし、じゃあそれでいくぜ、ノン。ではジョン様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。アイラちゃん、ジョン様を現地にご案内してね。了解です。なんか一個だけ置いてあるな、外。ほう、ここが俺の別荘地かい。なかなかいいところじゃねえか。仕上がりが待ち遠しいぜ。ドッグラン、どういう感じ？それじゃあ始めてくれ。期待してるからな、ノン。ドッグラン的な空間。え？丸太？丸太？それじゃあ、ま、とりあえず、家。家別にこれでいい気もするけど。あ、でもこの辺、この辺にしよう。で、屋根。オッケーオッケー。んで、丸太。丸太？この二つは中にあるってこと？いや、外でいいやろ、全然。あ、なるほど。ちょっとした、なんかアスレチックみたいなのもあるんか。ガーデンテーブル、ガーデンチェア。まあ、この辺はね、飼い主が座って見よるってことで。飼い主とか存在するんか知らんけど、ジョンに。この世界に人間ってね、主人公しか出てこんしな。あ、でもこれさ、なんかパラソル付きみたいな、カフェのパラソルテーブル、こっちの方が絶対いいやん。って思うんやけど、この2つが、てかこの3つが絶対必要なやつなんよね。絶対こっちの方がいいんやけどなぁ。ああ、まあまあまあ。横向きにしよっかな。こっちの方がいい？結構詰めておけるね。これで、どれぐらい？ 2 セットぐらい？あ、違う。とりあえずこう置いて、で、ここにもあって、で、こっち側が、まあ、遊ぶスペースみたいな感じにしよっか。丸太。最初人間が座るようかなって思ったけど、まあ、犬が遊ぶと考えて、積み木スツール、積み木ベンチ、丸太のベンチ、こっちのも置いとくか。ベンチブランコ。スチールフェンス。あと何がいる？フェンス。フェンス。これで仕切るか。この、飼い主が眺め寄るところと。正直、飼い主って一緒に入っとるイメージやけど。飼い主は食事を楽しんで、ドッグランには犬を解放みたいなのもあるんかな。あまり詳しくわからない。家はここがギリギリか。あ、なんか消した。ベンチブランコ消した。んで、あ
とは犬小屋、あ、普通にこの犬のやつで、ウォータービュー、一眼レフじゃなくてペットのご飯、とりあえずはそれぐらいか。ウォータービュー、とりあえずこれこっちの方に置いて、置いて、一応飼い主も一緒に入って遊べるっていうことで何をどういう感じで置けばいいんかが全くわからん。でもなんか結構さ、なんやろう、犬がさ木の上を渡って走り寄るみたいな光景見るよね。そういう感覚でなんか適当に置いていってみようなんか適当にぱっと見それっぽく見えたらいいやろ。あ、ちゃんと上に乗れるんや。あ、違う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 、ちょっともう一匹増殖させて、あ、いいやんいいやん。はい、こんな感じでドッグラン、そしてこっちカフェ風。え、中どうしよう中どうする。中な、あ、でもあれか、中もカフェ風かなね。外はまあテラス席みたいな感じ感覚で、中は中で、まあ、普通に室内のカフェってことで、とりあえず壁と床を、どうしようかな。キッチン吊るし、換気扇、オレンジの壁、いやー違うな、アイアンウッドクロックかな。んで、あとなんか飾り、うわカマキリヘッドがやだわ。とりあえずこの辺のこう移動させまして、はいはい、これは入り口側とかでいっか、この辺で、出入り口のところにちょっとあのレジとかを置いておこう。レジ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 、何今の、あ、テーブルか、カウンターテーブル、公園台、カウンターテーブル、レジカウンター、天蓋付きカウンター、天蓋付きカウンターかわいいよね。これは外っていう感じがするけん、カウンターテーブルを置いて、これどうしよっかな。ライトブラウン、いや、ナチュラルウッドかな。この辺置いて、でこっちに、え、どうしよう、出入り口じゃなくてあっちの方がいいんかな。いや、こっちでいっかこっちでいっか。んでレジ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 、あー、ちょっと待って、この辺のキッチン系ね、カントリー、コンパクト、コンパクトキッチンかな。え、でも言うてこれだけじゃあれよね、水道ないもんねこっちもいるか、やっぱ。はい、でこういう感じ、水道一番端っこが良かったな、まあいっか。んで、あと、そう、レジよレジ
ちょ、いろいろとね、他のもの見よったら忘れるよね。冷蔵庫。ちょ、待って、冷蔵庫一番奥にしよっか。お客さんが気軽に開けれる場所にあったらいかんよね。はい、冷蔵庫。んで、あと、あ、植物も欲しいね。どれがいいんだ？ゴールドクレストとかでいいかな。ヤマドリヤシ。んなんあったっけ？朽ち果てた木。モンステラ。モンステラ。この辺か。んで、全然レジまでたどり着かんねえけど。間になんかいろいろあって全然たどり着かんねえけど。メニュー黒板。ナチュラル、ダークブラウン、ホワイトやな。ホワイト。んで、ねえ、レジはどこなの？レジ、レジ、レジ、レジ。マジで全然なくない？え、どの辺ですか？なんかあれだよね、設置できるものがどんどん増えていけるけんさ。え、ないやん。え、家具ではないのか？レジは。でもこういうところにありそうな感じがしたんやけどな、ないんか。だって一個もないよね、レジ。ということは違うのか。まあ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 、こんな感じで。若干狭いけど、気になさらず。はい、こんな感じで、OK です。写真は外かな。ってことで完成しました。ん？どうした？作業ははかどってるか？のん。完成しました。よ、待ってました。いよいよお披露目の時間だな。えらい長いこと頑張ってたな。あんたの丁寧な仕事ぶり、じっくり見せてもらったぜ、のん。OK でしょうか。まあ、これで中と外合わせたら、4席はあるけん。4席っていうか、一席自体はあれか。8人まではいける。まあ、あとはテイクアウトが多分メインなんかな。違うか。こんな感じです。どうすかね。いい感じ？いいんじゃないでしょうか。ドッグランの方にも入っていってくれてる。あんたやるじゃねえか。俺が想像してたよりはるかにいいぜ。大満足の出来栄えだ。せっかくいいものが仕上がったんだし、写真の一枚でも撮っちゃどうだい。絶好のプロモ写真になると思うぜ。なん。はい、撮らせてください。よし、そうの来なくっちゃ。あんたの気が済むまで思う存分撮っていきな。なん。ってことで、ちょっともう一回座っていただけますかね。これで、ズーム。あ、これでいいんじゃない？オッケーオッケー。よし。お、降りられない。お、降りられない。よし。できました。よ、お疲れさん。なんだ、もう用は済んだのか？なん。帰ります。おう、気をつけていけよ。また何かあったらあんたに頼むから、そん時はよろしくな、なん。了解です。おかえりなさい。はい、今回の分のお給料15,000ポキよ。あざす。ところでニコちゃんからみんなに重大な発表があります。何？ついにイベント会場の設営が完了しました。おお、いつの間に。一緒に来てたのに別荘の方。張り切って島全体を飾ったから島も喜んでるかもね。ほんと助かったわニコちゃん。
あとはイベントをさらに盛り上げる音楽があるといいんだけど。そういえば、マッティさんって知り合いに音楽関係の人がいるって言ってたわよね。知り合いの音楽関係の人って誰？戸田ケケ？イベント会場で流す音楽を手配しておいてもらえないかしら。任せて。アイナちゃんは引き続き別荘作りに取り組んでちょうだい。もうちょっとで次の施設を作るための許可が下りると思うわ。頼りにしてるからね。あと何の施設なんやろ。それじゃ、お疲れ。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。お、すごい、ちゃんとイースターの飾りあるやん。ここにも季節感出てくるんやね。なるほどなるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回島全体を飾り付けたっていうのを見ようと思うけん、楽しみやね。だって前設営できたって言ったのはなんか櫓みたいなやつだけやったもんね。あれじゃ全然よくわからんかったけん、会場の感じ。